はい、どうも、哲学とです。今回はですね、ディアブロ3の、シーズン30の、事前パッチテスト、PTR の 2.7.7 の方が、12月のね、5日から12日にかけて行われると、いうことで、まあ、そのね、詳細な内容、発表されましたので、一緒に見ていけたらなと思ってます。一応ですね、PTR が12月の5日から12日まで行われるという形になりますので、まあ、おそらく、シーズン29はね、その1週間後、まあ、順調にいけば、19日とかに終わって、年末にギリギリシーズン30が始まるぐらいの、タイミング、年末年始あたりにシーズン30が始まるよという感じだと思ってもらえたらいいかなと思います。で、全クラスのバランス調整と本作の全モードで常設化される2つの、復刻シーズンテーマ、サンクチャリの、儀式と敵意の原始のテストに皆さんの協力が必要ですということで、まあ、シーズン28で非常に強力だったね、バフ、儀式の祭壇と、あとね、シーズン29で、まあ、素材集め含めてかなりね、美味しいコンテンツだった敵意の原始が常設コンテンツとして戻ってくるよという形ですね。で、シーズンジャーニーの方なんですけど、そうですね、これは PTR の要点なんで、PTR はですね、ディアブロ3の PC 版をお持ちの方だったら誰でも参加することができて、で、PTR 参加期間中はですね、まあ、経験値が普通のシーズンに比べて2倍になったりとかしますので、で、あと、特に、バランス調整を行ったアイテムなんかは、最初からね、もらうことができたりとかしますので、まあ、PC 版をお持ちの方は、まあ、いち早くね、シーズン30の様子を試してみることができますので、PTR の方もぜひ、積極的に参加してみてほしいなと思います。で、本題なんですけど、新たな常設コンテンツ、サンクチャリの儀式と敵意の原始ということで、皆さんからの要望に、お答えして、シーズンテーマのサンクチャリの儀式と敵意の原始が、ディアブロ3で常設コンテンツと化しますと。両コンテンツが常時利用できるようになるのは嬉しいことですが、悪魔討伐のバランスを維持するため、儀式の祭壇で得られるボーナスを調整する必要がありました。これは敵意の原始は継続的に導入されるシーズンテーマ、そしてクラスへのバランス調整と共存させる上で、ゲームのバランスを取るためにサンクチャリの儀式を調整すべきだと考えてのことですと。変更内容は以下の通りですということで、まあ、儀式の祭壇はですね、いろんなアイテムを、祭壇に捧げることによって、バフをね、まあ、恒常的なバフを発動できるという非常に強力なバフだったんですけども、まあ、それが弱体化しているという感じですね。で、今回力っていう、まあ、例えば祭壇効果を取ると、ダメージ量がね、200増加してたんですけど、そこがま、100に低下したよというところですね。で、あと影を取った時の遠距離ダメージ減少率が 25% から 5% に減少した。かなり下がってますね。はい。そして移動速度の上限、上昇なんですけど、これですごく良かったんだけど、25% から 10% に低下ということなんで、まあ、通常だと 25% 漏れて、さらに 25% で 50% アップかけられたんですけど、まあ、今度は 35% なんで、まあ、ちょっと移動速度速くなるという感じかなと思います。で、命令、エリートモンスターに対するダメージ増加量が 15% から 5% に低下したというところなんで、まあ、かなり強い、弱くなってるなって感じですね。はい。そして眼鏡、ダメージ増加率が 20% から 5% に低下、15% 減ですね。はい。数形、エリートモンスターから受けるダメージの軽減率が 25% から 5% に低下したということで、20% の低下ってね、かなり違うんですよね。だから、まあ、かなり弱くなるかなって感じですね。で、感覚剥奪、近接攻撃ダメージ率が、25% から 5% に低下した。はい。そして、本質、属性スキルボーナスが 10% から 5% に低下した。エリートモンスターに対するダメージ増加量が20から5に低下した。方向、ボスへのダメージ増加量が 50% から 5% に低下した。これ結構低いな。で、優美、回避率の増加量が15から5に低下。悪意、ダメージ増加量が 30% から 5% に低下した。祭壇のランダム効果から力の討伐が削除された父親。あ、これね、結構ね、でかいですね。これがあるかないかで、かなり最後のね、リフトガーディアン戦とか楽だったんで。そうですか。で、母親ですね。円環三味一体なる愛のダメージ増加量が 100% から 50% に低下したということで。まあ、儀式の祭壇ね、ついてると、もう過去のシーズンのバフの中でも最強クラスのね、バフが得られて、まあ、GR150 とかも本当に2分3分ぐらいでね、クリアできるような状況っていうのが
できてたんで、まあそれが面白いかどうかっていうと、まあ面白かったんだけど、どうなんでしょうね。まあ、正直ね、マットのままでも良かったかなという感じはするんですけど、まあ、特に火力、防御力を大幅に上げてくれてたような強化が、まあ、低減されてて。で、なおかつ、こう、なんていうのかな。ディアブロ3って結局、乗算で、まあ、ダメージ効果とか、あと防御力の効果っていうのが上がっていくような仕組みなので、バフを少しね、いじるだけでもかなり、全体的な、火力、防御力の低下が起きて、来てしまうので、まあ、なんていうの、もちろんね、儀式の祭壇がない状態よりはむちゃくちゃ強い状態なんですけども、まあ、どれぐらい影響するのか、まあ、実際のバランスもちょっとチェックしてみたいところだなと思います。で、次にですね、クラスのバランスの調整ですね。クラスに関しては、楽しい状態とバランスが取れた状態の中間を、最優先に考えていると。シーズン29の配信、記事でお伝えしたように、今後は一連の過去シーズンを象徴するテーマが、約3ヶ月ごとに復刻すると。強力なシーズンテーマがディアブロ3に復刻登場するにあたり、各クラスの楽しさとバランスを維持するために以下のクラスのバランスの調整が行われるということですね。で、バーバリアンの方は、はい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 、大地の力、アースクエイク、アバランチ、ディープ、グランドストンプ、イニシエの槍、サイズミックスラムのダメージが 37,500 に、上昇するということで、以前 20,000% だったんで、2倍近い、火力になるという感じなんで、まあ、第一セット使われてる方なんかは、楽しいシーズンになるかもしれないですね。で、次ですね。レコーの遺産。フィリオスチャージかウェポンスローを敵に命中させると、次のイニシエの槍のダメージが 2500% 増加し、ターゲットから複数の槍を放つ。この効果は累積し、槍を投げることに最大5スタック消費するということで、レコーの遺産ね、結構、まあ、強化が来て、強化っていうかリワークが来てから、GR150 も結構クリアできるような、セットになってたんですけど、まあ、かなり弱体化するという感じなので、まあ、ここに来てデバフかという感じもしないではないですが、まあ、大地の力が強化されて、レコーが弱体化しているよということですね。はい、クルセイダー、ロランドの遺産セットが、強化されて、シールドバッシュとスイープアタックのダメージが、40,000%、以前は 17,500% から 40,000% に上昇したというところで、ロランドセットが、まあちょっと、情報修正されて、で、勇気のアイギスが、弱体化かな。展開の拳と展開の怒りで与えるダメージが 15,000%、今、以前は 20,000% に増加するという形になっているので、まあね、相変わらず、その、時系団ベルトを使ってね、展開の拳を自動で落としていくビルドはおそらく周回に使えるかなとは思うんですけども、まあ、ちょっと、火力そのものは、下がるよという感じですね。悪反の手枷、祝福の盾が、最初に命中した敵に対して与えるダメージが、400% から 500% 増加する。このボーナスは持続し、シャンタリグスローの標的ではない以降の標的への効果が 50% 低下するというところですね。はいはいはい。予言の剣と、断罪を受けた敵がさらに爆発を引き起こし、ダメージが 600% から 800% 増加するようになったと。はい。忠実なる記憶、フォーリングソードによる攻撃が敵に当たるために、祝福の土で当たるダメージが10秒間60から 80% 増加すると。最大10回まで蓄積し、このバフは使用するためにリセットするのではなく、蓄積されるということですね。はいはい。クルセイダー。そしてデーモンハンターですね。影の該当セットが、インペールが命中した最初の敵に対して追加で 12,000%、以前は 75,000% か、12万%かの武器ダメージを与え、以降の敵に 40,000% のダメージを与えるということで、影セットが強化きたという形で、なかなかそうですね。単純に火力だけ上がってるように見えるけど、まあ、各クラスの中でのセットのね、まあ、火力調整が少し行われているって感じなのかなっていう気がしますね。略奪者セットに関しては、リソース生成スキル、エレメンタルアロー、チャクラム、インペール、マルチショット、クラスターアロー、スカイマ、復讐の決心、セントリーが与えるダメージが、画面に出ているセントリー一つにつき 6500%、12000% 上昇するということで、まあ、レコーと同じく略奪者もね、150が狙えるセットになってたんですが、今回、まあ、半分ぐらいにダメージが入っちゃってるということで、
まあ、弱体化ですね。はい。で、文句、聖なる、嵐の装束セットが、スピリット生成スキルを使用すると、疾走撃で与える武器ダメージが6秒間6万パーセントになり、疾走撃を使用後は、スピリット生成スキルによるダメージが6秒間1万4000パーセント増加するということで、聖なる嵐が、強化されたという感じですね。聖なる嵐ね、何気にこの強化強いのが、聖なる嵐と、あと、イナのね、神言化を組み合わせて、周回ビルドを私なんか作ったりとかしてんだけど、そこら辺の部分をね、うまく強くしたのができるので、まあそういう意味では良かったかなって感じですね。で、ウリアナの戦略、爆裂症のダメージが12,500、以前は 9,000% から増加して、七星主義が爆裂症の爆発の引き金となると。はい。で、京四郎の刃、テンションの第一、敵が命中した敵が5体以下の場合はダメージは200から 250% 増加するということで、強襲の刃は少し強化されているという感じかなっていう感じですね。まあ、聖なる嵐が文句は強化されているという感じですね。で、ネクロマンサー、悪役使いのショール、消費する死体1つにつき強化ボーンスピアのチャージが1生成される。このチャージによって、次のボーンスピアのダメージが、6000% 上昇すると。さらに、コープスランスとコープスエクスプロージョンのダメージが 6000% 上昇するということで、悪液使いが強くなったよ、というところですね。結構、周回ビルドでも悪液使うとね、やりやすかったりもするので、まあ、結構強くなってるけど、まあ、そうですね。今、120ぐらいが多分、限界値なんで、まあ、悪液がもう少し強く、上にはいけると思うんですけど、ちょっと150狙うのは厳しいかもしれない。ね、でイナリウスの気品ですね。ボーンアーマーによって、骨の竜巻も発動し、付近の敵に武器ダメージの、1000% のダメージを与える。また敵がネクロマンサーから受けるダメージが、19000% 増加すると。ここもイナリウスも火力は強化しているという感じですね。で、次トラグオールの分身、ライフを消費するアビリティのダメージが6250% 増加し、スキルによる回復量が 100% 増加するということで、おー、トラグオールの分身ちょっと弱体化しましたね。はい、次ですね。燃え盛る、宴の仮面、あなたと幻影から投げられたボーンスピアのダメージが 5500%、 以前は 9000% から増加する。また幻影はこのボーナスの3倍の効果を付与されるということで、またもや燃え盛る宴の仮面がまた弱体化してしまいましたね。多分最盛期は 15000% まで、ダメージ上がってたような気がするので。で、まあ弱くなって 9000% まで戻してもらったんですけど、また再度 5500 に下がってしまうということで、いつになったら許してもらえるのかなという感じではありますけど。はい、血潮の刃ですね。デスノバによって与えるダメージが、25ヤード以内にいる敵1つにつき、300から 400% 増加すると。で、最大10体まで、以前は25体まで行ってたというとこなんで、かなり、厳しいね。エッセンスの掌握ですね。はい、爆発した死体が1体以上の敵にダメージを与えると、コープスエクスロージョンが6秒間150から 200% 増加する。この効果は4回、以前は5回まで蓄積すると。で、死体ささやくポールドローの効果が変更されて、死体を消費した際にコープスランスによるダメージは3秒間、50から 75% 増加する。最大、20回まで蓄積されるということなんで、死体ささやくポールドローンを入れる、ビルドがちょっと面白そうな感じもしますね。はい。で、ウィッチドクターですね。翡翠採取者の、装具ですね。石球種を使用すると12秒間与えるダメージが 50% 減少し、敵に対する継続ダメージを吸収して即座に 26,000 秒分のダメージを与えるということで、翡翠がちょっと強くなっているという感じかな。で、ヘルトゥースの装具、亡者の壁を発動してから15秒間敵がプライマリースキル、3の雲、火炎コウモリ、死体の死者のシットピラニア、亡者の壁、ゾンビアーチャー、ゾンビドッグ、ガルガンチャーによって受けるダメージが、37,500% 増加すると。あー、ヘルトゥースも強化されたと。で、次にマンジュヌグか。はいはいはい。魂の波動で与えるダメージが 15,000%と増加する。はい。以前は 20,000% プラスマナの秒間生成量が結構だったので、少しマンジュヌグの証が弱くなっているって感じか。
で、アラキルの魂ですね。クリーチャースキルのダメージが、11500%。以前は、25000% を増加する。クリーチャースキルには、雲の、壺、毒ガエル、火炎コウモリ、稲子の狂炎、呪詛、ピラニアが含まれているというところで、アラキルセットも結構強くなってきて、マンジュヌグを抜くようなセットになってきてたんですけど、まあ、ここがまた弱体化すると。ですね。はい。で、ズニマスターの憑依、マナ消費スキルが命中した敵に対して8秒間、ペットが与えるダメージが 13,000% 上昇するということで、ズニマスターも少し、下方修正されたって感じですね。で、ウィザードですね。デルセアの最高傑作セット、スロータイムの影響下にある敵に対して、アーケンオーブ、エナジーツイスター、マジックミサイル、ショックパルス、スペクタルブレイド、エレクトルキュート、アーケントレントで与えるダメージが 20,000% 増加すると。12,500% から 20,000% に情報修正。スロータイムの影響がなくなった後も効果は5秒間持続すると。で、次は、タルラ社の元素ですね。はい。攻撃を繰り返すと8秒間与えるダメージが 1000%。以前は 2000% 増加する。アーケイン、霊気、火炎、稲妻の攻撃を繰り返すごとに1蓄積され、蓄積数が4になると異なる属性の攻撃を繰り出すごとに効果時間が、2増加するということで、タルラ社が、弱体化。はい。そして、それに合わせて、くすぶる中核も。はいはい。弱い敵をメテオの着弾地点に引き寄せる。メテオが同じターゲットに連続で命中すると、ダメージが40から50%。そして、この効果は3回まで蓄積する。以前は10回までだったんで、うわー、ちょっと弱くなりましたね。はい。ということで、タルラ社セットね、まあ、多分おそらく、私もね、まあ、GR150、3分台まで、出ましたけど、まあ、それほど、まあ、もちろんね、簡単にクリアはできると思うんですけど、かなり弱体化したかなっていう感じはしますね。はいはいはい。まあ、そもそもね、GR150 を2分3分台でクリアするっていう事態自体が、ちょっと特殊ではあったので、まあ、致し方ないかなって感じはありますけどね。はい。で、ツイステッドソード。画面に出てるエナジーツイスター1つにつき与えるダメージが150%増加する。最大3つまでと。で、レイジングストームのルーンが自動的にエナジーツイスターに適用され、竜巻や酸化に3つと合体するということで、ツイステッドソードもちょっと、弱体化したという感じですね。なんかね、そうですね。結構ところどころ、まあ今まで弱いと言われてたセットを少し強化したっていうところと、まあ最強格に、君臨してた、各セットが少し弱体化したという感じなんで、まあおそらく、こう、祭壇をね、常設化する代わりに、祭壇自体の効果と、あとまあ最強セットの、火力を少し落とさないと、まあぬるゲーになりすぎちゃうっていうところを心配してるのかなとは思うんですけども。まあちょっとシーズン30で一回バランスを見てもらって、まあその後また火力調整をしていくのかなとは思うんですけど、まあおそらくね、公式が危惧していることって、祭壇が常設化された後に他の火力バフを当然ながら復刻化していくわけなんですけども、その時に結局2シーズン分の強力なバフがね、乗ってしまうと、まあ GR150 とかも含めてね、全体的なバランスがむちゃくちゃ壊れちゃうってことをやっぱり心配してるんだと思うので、おそらくシーズン31以降に、他のね、バフをかけた時の、効果とかが、危惧されてるのかなと思いますけども、もちろんね、まあ、シーズン29に比べるとだいぶね、火力の方は、高いビルドを組むことができるかなと思いますので、ぜひね、シーズン30も一緒に楽しんでいけたらなと思います。で、PTR に関しては、こちらのね、公式ページ見ていただければなと思うんですけど、キャラクターのコピー機能というのがあって、ゼロから育てなくても、1キャラクターだけね、すでにあるキャラクターをコピーしてきて使うってことができたりとかもしますので、まあ、ディアブロ3 PC 版で遊ばれている方は、ぜひ PTR の方も、参加してみてほしいなと思います。まあね、いろいろとこう、祭壇バフの低下とか、あと各セットのリワークに関しては、まあ、皆さん思うところがあると思いますので、ぜひ自由に、コメント欄に、残していただけたらなと思います。はい、まあ、ディアブロ3もね、まあ、いよいよ、まあ、新たなコンテンツではなくて、今までのね、バフ効果を、リワークして使っていくような、段階に入ってきましたので、まあね、シーズン30の、まあ、正式な、開始日、そして、シーズン内容なんか出たら、また、動画でお伝えしたいかなと
思ってますので、ぜひ次回の動画も楽しみにしていただけたらなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学徒でした。